私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。最近引っ越してきたママ友の楓さん、彼女とても人懐っこい性格で、なぜか私にすごく懐いてるんだよね。普通だったら嬉しいことなんだけど、私の体質上どうにも嫌な予感がしちゃって。なるみさん、今度一緒にお出かけしましょうよ。そうだね、今度時間が合えば。それじゃあ早速予定を立てたいので、今月の休み全部教えて。それはちょっと。どうして？お出かけするならいつが休みか知らないといけないでしょ。私は今はパートも何もしてないからいつでも OK。 それでなるみさんの今月の休みは？今月の休みの日はすでに予定が入ってるから、遊びに行くとしても来月とかかな。じゃあさ、私たち二人で旅行にでも行こうよ。ちょっと高級なホテルとか予約しちゃってさ、私北海道か沖縄がいいな。私今お腹の中に赤ちゃんがいるから北海道とか沖縄行けないよ。どうして？長距離移動をしたら何かあった時に不安でしょ。プチ旅行は行っているけど、あまり遠いところには今行かないようにしているの。どうしてそんな意地悪言うの？私と一緒にお出かけしたくないの？意地悪とかじゃなくて、私は子供のことを第一に考えたいって言ってるの。あ、そうだ、こんなことあんまり言いたくないんだけど。何？最近なるみさんの付き合いが悪いってママさんたちが愚痴ってたよ。え？旅行にも参加しないし、食事も食べるものを選んで気分悪いって。前からちょっと鼻につくところあったけど、ここ最近は特にひどい。もう一緒に出かけたくないよねとか言ってた。なるみさん妊婦さんだから仕方ないのに、ひどいよね。本当にママさんたちがそんなことを言ってたの？言ってた言ってた。なるみさん先週の食事会に参加しなかったでしょ。私その時初めてママさんたちと顔を合わせたんだけど、なるみさんの悪口でめっちゃ盛り上がってたよ。そんな。妊婦さんだから気を使い、アピールがすごくて疲れるとか、食べちゃいけない食事が多すぎてレストラン選ぶのも大変すぎるとか、私はそんなこと言っちゃダメだよってちゃんと注意したんだけどね。あなたはまだ引っ越してきたばかりで、なるみさんのことを知らないからそう思うのよ。なるみさんって本当にいろいろと自己中なんだからって言ってた。みんながそんなこと言うとは思えないんだけどな。まあね、けど心の中で何を考えているかなんかわからないでしょ。だから気をつけた方がいいよ。なるみさんのこと冷たい目で意外とみんな見てるから。そうなのかな。だからさ、これからは食事会とか旅行に参加しない方がいいんじゃないかな。参加したらまたきっと裏で悪口言われるよ。だからお出かけをするときは私を呼んでよ。楓さんを？私はなるみさんが妊婦さんだから、いろいろとしょうがないことも多いって理解してる。なるみさんの一番の理解者になるから、私には気兼ねなく何でも話してね。考えておくわ。だからさ、これからのお出かけは全部私と行こうね。ママ友の食事とか旅行は全部キャンセルしておくから。キャンセルって勝手なことしないで。食事会に行くかどうかとかは私が決めるから。でも私見ていられないよ。なるみさんは何も悪くないのに悪者みたいに悪口言われて。だから私も無理。なるみさんはおとなしく食事会にも旅行にも参加しない方がいいのってことだから、みんなには今後は誘わないでって伝えとく。だから勝手なことをしないで。私はなるみさんのためを思って言ってるんだよ。そういうの全く嬉しくないから。みんなが陰で私のことをどう言っているのかは知らないけど、食事会とか旅行に参加するかは私が決める。ふーん、そうなんだ。でもいいの？悪口言われても。もし言ってる人がいたとしてもしょうがないことだし、そもそも私は本人から言われたりしないと信じないようにしてるから。私が嘘ついてるって言いたいの？そういうわけじゃないけど、噂を信じるとあまりいいことにはならないと思うんだ。でも心配してくれてありがとね。そうなんだ、私いつでもなるみさんのこと心配してるの。そうだ、今度会員制スーパーに買い物行くんでしょ。そうだね、来週行く予定だけど。その時私もついていく。なんで？荷物持ちになると思うから。それに他のママさんに頼んだらまた雑用係させられたとか言われるかもよ。私だったらそんなこと言わないし、
気持ちは嬉しいけど別についてこなくても大丈夫だよ。そこまでたくさん買い込むわけじゃないし、そんなこと言ってたらいつ怪我をするかわからないでしょ。とにかく会員制スーパーに行くときは私もついていくから。ちなみになんだけど、あなたは会員なの？違うよ。だって私が前住んでた地域にはなかったし、私はまだ引っ越してきたばかりだし。それってつまり私と一緒に入るってことだよね。当たり前じゃん。なるみさんのためについていくんだから。それってまるで会員制スーパーに入りたいから私を誘ってる感じがするんだけど。そんなの考えすぎだよ。とにかく当日は私も一緒に行くからね。だからついてこなくて結構。他の友達も呼んでるし、別にあなたの助けは必要ない。なるみさんと仲がいいママ友のゆりさんとひまわりさん？そう。でも二人もきっと悪口言ってると思うよ、なるみさんの。それはありえない。よくゆりさんとひまわりさんが二人でいるところ見るもん。多分なるみさんを仲間外れにして裏で悪口言ってるんだよ。学生の時もあったよね。三人グループでそうなりがちだし。あの二人が？そうそう、絶対悪口言ってるよ。なんだか嬉しいな。え？あ、気にしないで、こっちの話だから。それじゃあ当日は絶対についてこないでね。じゃあね。あ、ちょっと待ってよ、なるみさん。数日後。なんであなたがここにいるわけ？買い物ついていくって言ったでしょ。もう忘れたの？なるみさんって意外とおっちょこちょいなんだね。そうじゃなくて、ついてこないでって言ったはずなんだけど。私はそれを受け入れたつもりないけど。はあ、しょうがない。じゃあ一緒に入るのはいいとして別行動ね。わかった。でもなるみさん、何か困ったことがあったらすぐに言ってね。私すぐに助けるから。ありがとう。でも大丈夫だから。こういうのはお互い様の助け合いの精神って大切でしょ。あれおかしいな。どうかしたの？私の財布がない。え？財布がなくなっちゃった。家を出る時まではしっかりと持ってるの確認したのに、もしかしたらさっきコンビニに寄った時に置いてきちゃったのかも。そのコンビニにすぐに連絡しな。コンビニで預かってくれているならいいけど、交番に届けられてるかもしれないし。でもどうしよう、あのコンビニ家のすぐ近くなの。今から戻ってたらすごくタイムロスになっちゃう。そんなこと言ってる余裕はないでしょ。財布の方が大切だと思うんだけど。でもとりあえずお買い物先にしたいからお店の中に入ろっか。はい。お財布ないのになんで入るの？そんなのいいじゃん。とにかくレッツゴー。ちょっと。1時間後。はあ、めちゃくちゃ楽しいね。こんないっぱい物が売ってるなんて思わなかった。初めて来たんだよね。それはいいけど、あのパンパンのカートは何？何って何が？財布がないのになんであんなにたくさん商品を買い込もうとしているのかを聞いてるの。だって財布取りに行ってる暇ないんだもん。ないんだもんじゃないでしょ。取りに行きなさいよ。私はなるみさんの親友でしょ。いつ親友になったのよ。私はなるみさんのこと親友だと思ってるよ。一方通行の片思いだったことに気づいてくれないかな。なるみさんの親友だから心配してここまでついてきたんじゃない。この前も言ったと思うけど、ママさんたちなるみさんの悪口言ってるからね。ゆりさんとひまわりさんも悪口言ってたよ。そんなはずないってば。なるみさんはみんなに嫌われてるの。これだから子連れ様はって言われるんだよ。親友の私が仲良くしてあげるから、ここの支払いよろしくね。誰が親友よ、この勘違い女。え？ママさんたちが悪口言ってたとか、そんなこと一言も信じてないから。本当だって、私が嘘を言っているとでも思っているの？思ってるね。な、私がわざわざ嘘なんかつく必要ないじゃない。本当にみんななるみさんの悪口言ってたんだから。私さ、変な人に絡まれやすい体質なのね。え？変な人に絡まれた時、私の友達がすぐに対応してくれるんだけど、つまり今ここに残っているのは基本的に変なことをしない人たち、一般常識があって他人に迷惑をかけない、そんな人たちなの。だから悪口を言ってたとか、そういうのそもそも信じてないんだよね。意味わかんないんだけど。引っ越してきたばかりのあなたじゃわからないかもしれないけど、とにかく私はみんなのことを信じてる。なるみさん嫌われてるんだから、裏ではすごい悪口言われてるんだから。気づいてないかもしれないけど、めちゃくちゃ嫌われてるんだからね。そうなんだ、それは大変だね。
何その反応、私のことをおちょくってるの？別にそういうわけじゃないんだけど、とにかくあなたの支払いはしない、自分でどうにかしてね。え、ちょっと待ってよ、これどうすればいいの？財布ないんだって。財布どうせ持ってるんでしょ。お金が入ってるかどうか知らないけど、自分で支払い頑張ってね。それじゃあ私も会計に行きます。待って、もう少し見て回りたい。お会計は30分後でお願いね。待っててね。信じてるからね、マイベストフレンド。ゆりとひまわりと楓のライン。私たちを差し置いて親友だとよく言えたものですね。ここまで我慢したゆり偉いよ。何度殴りかかろうとするゆりを止めたことか。私もよく頑張った。何の話？なるみさんの親友は私です。同じく私もです。ただ一緒にいた時間が長いだけでしょ。親友なんて思ってんのあんたたちだけじゃない。なるみさん言ってたよ、あんたたちがずっとひっついてきてうざいって。そんな嘘に惑わされるわけがないじゃないですか。なるみさんがそんなこと言うはずはありません。それにうざい時はうざいって面と向かって言ってくれますから。ひっつきすぎてうざいとか、喋りすぎてうるさいとか、裏でこそこそ言うんじゃなくて愛情を持って突っ込んでくれます。そう思ってるかもしれないけど、あの人腹黒なのよ。私よりもなるみさんのことを知っているというつもりですか？引っ越してきてまだ間もないあなたがなるみさんの何を知っているというんですか？私よりもなるみさんのことを理解しているというのはさすがにおこがましいです。私は全人類の中で一番なるみさんのことを理解していると自負しております。そんな私よりもなるみさんのことを知っているとどの口が言うのでしょうか。仲がいいママ友だとしてもさすがにそれは盛りすぎでしょう。これが真実なんですよ。だってゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんのことが好きすぎるあまり、なるみさんのことを24時間365日監視しています。は？あ、でもこの言い方だと語弊がありますね。なるみさんのことを見るのはなるみさんから OK が出た時なので、なるみさんの周りの人を24時間見ている感じですね。それってつまり私のことも見ているってこと？そういうことです。あなたが引っ越してくると分かった時からあなたのことを調べ尽くしています。まあ当然のことですよね。なるみさんに近づく人間がどんな人間なのか調べる必要がありますから。引っ越してきて早々なるみさんの親友だと言い出した時は頭をかち割ってやろうかと思いました。でもなるみさんに実害があったわけじゃないから、とりあえず私となるみさんで抑えてたんです。でも今回なるみさんに便乗してついてきてお金を出させようとした悪魔のゆりは解き放たれました。悪魔とはひどい言いようですね。私はただなるみさんに迷惑をかける人が来たから消したいだけです。黙って聞いてれば意味のわからないことをベラベラと。どうせあなたたちも裏でなるみさんの悪口言ってんでしょ。二人でよくお出かけしてるじゃん。それってなるみさんを仲間外れにして自分たちで何か楽しい話してるんじゃないの？主になるみさんの悪口とか。私がなるみさんの悪口を言うときは多分私ではありません。ゆりがなるみさんの悪口を言うなんて考えられないですね。そんなになの？はい、ゆりは本当になるみさんのことが大好きですから。当然のことです。じゃあなんで二人で出かけたりしてるのよ。ここ最近はなるみさんのお子さんが生まれた時のお祝いを考えているんです。どんなものを買おうかとかプレゼントしようかっていろいろ見てるんですよ。そうだったの？まあ多分二人で出かけていることを知ってもなるみさん怒らないと思いますよ。私とゆりがこんなに仲良くなれたって多分喜んでくれると思います。だからあの反応だったのか。さてと、おしゃべりはここまでにしてドキュンを地獄へ引きずり落としましょう。ドキュン地獄？なるみさんに迷惑をかけた人はみんな地獄行き、それが鉄則なんです。地獄って何？何をもって地獄って言ってるの？仲間外れにされるとか無視されるとか、私別に兵でもないけどね。あなたは今回なるみさんを親友だと言いました。それが何？自分のために都合よく動かそうとする人を親友とは言いません。私にとってはそれが親友なの。そうですか。ではあなたに兄ちゃんをプレゼントしますね。兄ちゃんって何？呪いの人形と呼ばれているんです。
フランス人形の可愛い女の子ですよ。呪いの人形？髪が伸びたり夜中に動いたりするの？まあそれに近いんでしょうか。アニーちゃんは自分が友達だと思った人の前だけで動きます。楓さんを友達と認知したらあなたの前だけで動いてくれるんです。だけどアニーちゃんはとてもやきもち焼きで自分以外の人と仲良くしていると怒り狂ってしまうんです。なんか怖い響きだけど大丈夫なの？アニーちゃんにやきもちを焼かせなければいいんですよ。もし怒らせてしまったら。しまったら？あなたがどこにも行けないように足を切り落としたり、携帯ばかり見ないように指を折ったり、他の人を見ないように目玉を取ったり、まあとにかくやきもちを焼かせないことです。でも裏の施設に行くってことは労働もあるんだよね。もちろんです。恐ろしい労働が待っていますが、友達なんか作ってはいけませんよ。アニーちゃんはちゃんとあなたのことを見ていますから。残業もできるだけしない方がいいでしょうね。そんなの冗談でしょ。たかが人形なのに。アニーちゃんは一人ぼっちが大嫌いですから。よかったですね、あなたに本当の親友ができましたよ。いらない、そんな親友いらない。そんなこと言ったらかわいそうでしょ。アニーちゃんがちゃんと仲良くしてあげてくださいね。そんなの友達じゃない、そんなの嫌、私は一人で生きていく。その後、楓さんは結局スーパーでは何も買い物ができなかったみたい。財布は持ってたみたいなんだけど手持ちはなし。カードを使うにしても金額が高すぎて旦那さんに怒られる。そう思って彼女は何も買い物をしなかったみたい。それから2週間後、楓さんは旦那さんと離婚した。詳しい内容は知らないけど、引っ越し前からちょっとギスギスしたみたいなんだよね。まあ多分最後の一押しをしたのはユリだろうけど、彼女は今裏の施設で可愛い人形のアニーちゃんと生活してる。生きるためには裏の施設で恐ろしい仕事をしなきゃいけないんだけど、友達を作って愚痴を言うなんて絶対 NG だって。焼き餅を焼いたアニーちゃんが何をするかわからないからね。よそ見をしたら目玉を取られそうになったり、他のことを考えていたら発狂したようにアニーちゃんが暴れたり、結構執着されるって大変だよね。親友って本当に心を許せる相手じゃないと一緒にいるのきついよね。そう考えたらユリとひまわりに出会えたのは私の運命だったのかも。私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と去年生まれた息子のひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる、この3人を育てている兼業主婦だよ。今日仲のいいママさんからあることを相談されたんだ。それが集合ポストに投函された手紙が誰かに盗まれた可能性があるというもの。そのママさんが近くのコンビニに行く前に確認した時はあったらしいの。でも帰ってきたらなくなっていたって言うんだよ。そこで怪しいと話に出たのが、夢野さんちょっといい？え？何？私忙しいんだけど。すぐに終わらせてよ。夢野さんって森田さんと同じアパートに住んでるよね。そうだけど、何か文句でもあるの？何？いや別に文句があるわけじゃないけど、なんでそんなに喧嘩腰なの？別にそんなことないけど。さっき森田さんから聞いたんだけど、泥棒が出たみたいだよ。ああ、ふーん。集合ポストに入ってた封筒が盗まれたんだってさ。てかさ、水木さん逆に聞いてよ。何？森田さんって同じ古めのアパート暮らしなのにさ、あの人実は結構お金持ちって知ってた？おかしいよね、意地悪じゃない？それは知らないけど、株主優待券とかたくさん届いてるんだよ。なのにお裾分けしてくれないって意地悪だよね。だからあんなきつそうな顔なんじゃない？私10代に間違われるほど若いからな。森田さんかわいそう。あれ、この人って40代後半だよね。なんで株主優待券のことを知ってるの？森田さん、そういうことを他人に話す人じゃないよね。え、そうだっけ？そうかな。それに夢野さんと森田さんって同じアパートとはいえ、年代もお子さんたちの学年も違うし、ただ挨拶する程度の関係性じゃない？なのにどうして株主優待券のことを知ってるの？ほら、同じアパートなんだから窓を開けて会話してたら聞こえるの。森田さんは3階、夢野さんは1階、しかも
お互い逆方向の角部屋だよね。アパートって言っても結構大きなアパートだし、どう考えても聞こえないと思うんだけど。うるさいな。何？水木さんも株主優待券が欲しいの？でもダメ。これは私のなんだから。ネットで調べたらかなりお得な株主優待券って言うじゃん。7割引きだよ、7割引き。絶対にあげないから。何？私、株主優待券が欲しいなんて一言も言ってないんだけど。というか、夢野さんって前に株とかよくわからないって言ってたよね。私にはあげないって言ってるその株主優待券、どこから入手したもの？知らない。うるさいバカ。しつこいんだよ。気がついたら持ってたの。悪い？ああ、むしゃくしゃする。なんというか、これ、自分が犯人ですって言ってるようなものだよね。夢野さんは他のママさんたちに週末に旅行を予約したってずっと自慢してたけど、そもそもうちには旅行する余裕なんてないって何度も繰り返していた人なの。なんか怪しいよね。まあ結論を言うと、やっぱり夢野さんが犯人だったんだよ。旅行当日。やっほー、旅行最高だよ。夢野さんご機嫌だね。株主優待券を使って高級ホテルに宿泊に来たの。 70% 引きチケットで2泊3日楽しむわ。あんたが盗んだそれ、ただの招集通知だよ。え？封筒に株主様って書いてあるから勘違いしたんでしょ。てか中身ちゃんと見てなかったの？ちょっと何言ってるの。この株主優待券は私の。あのね、今日森田さんがアパートの管理会社に連絡したの。集合ポストのところ監視カメラがあるんだって。え、そういえばなんか録画中って書かれた小さい看板あったけど。でもあんなの嘘でしょ。私が昔働いていたスーパーも録画中って書いてたけど、ほとんどのカメラはダミーだったんだから。え、びっくりした？うん、びっくりした。だって夢野さんが昔働いてた場所とアパート全然関係ないじゃん。え、それは確かに。確かにそのスーパーではダミーが多かったのかもしれないね。昔はそういうお店も多かったと思う。でも最近の防犯カメラとか監視カメラみたいなやつって個人でも買えるくらい安いんだよ。特別な契約とか必要ないしね。じゃあ夢野さんが泥棒してるところバッチリ映ってるみたいだよ。違うの。私はただその間違えただけで。集合ポストの場所も一番離れてるよね。ほら、森田さんはいらないと思ってもらってあげたんだよ。いや、ちょっと待って。てかそもそも招集通知って何？ほら、株主総会ってあるでしょ、そのお知らせだね。じゃあ株主優待券ではないの？違うよ。しかも夢野さんが言ってた7割引きのチケットだけど、それは数年間一定以上の株を持ち続けた人だけがもらえる優待だってさ。森田さんがもらえる予定の優待は1割引きらしいよ。何それ、あいつ騙したの？私のこと騙したんでしょ。何言ってんのさ。森田さんのポストに手を突っ込んで漁ってたくせに。だって前に駅前のチケットショップであの人を見かけたの。私は少しでも節約しようと商品券を買いに行ったのにさ、森田さんは逆に株主優待券を売りに来てたんだよ。地味な貧乏人だと思ってたのに、ずるいずるいずるい。それが泥棒する理由にはならないでしょうが。だってあんなにたくさん株主優待券を持ってたんだから、1枚くらいもらってもいいと思うでしょ。そんなわけないでしょ。てかその招集通知フロントで見せなかったの？いや、ここのホテル支払いは最後だから、その時に見せればいいかと思って。支払いどうするの？え、7割引きで計算してたんだろうけど、通常通りの金額だよ。待って、うち給料日前なの。でもさ、計算して7割引きなら大丈夫だと思って来ちゃったんだよ。なんでわざわざ給料日前に？だって昨日近くでお祭りがあったから、どうせならそのお祭りに参加したいなって。それにあさってが給料日だし、あとはなんとかなるかなって。まあ旦那さんに話をするしかないんじゃない？それにしても今後はどうなるんだかね。え、今後って？ポストから泥棒したんだよ。逮捕されるんじゃない？逮捕？え、逮捕されるとかわからなかったの？いやいや、森田さんだよ。あのぼーっとした森田さんだよ。警察沙汰にするわけないでしょ。子供だっているんだし。いや、
ノリノリだけど。え？森田さん、悪いことは悪いって結構きっちりした性格の人だし、早速警察に行くって話をしてたよ。今頃管理会社の人と一緒に警察にでも行ってるんじゃない？終わったね。いやー、なんというか、いろいろ思い込みの激しい人だよね。監視カメラはダミーのはず。泥棒しても警察には行かないはず。どうやったらそんな考えになるんだ？よくわからない人だな。さて、支払いをどうするのかと思ったら、なんとこの人、旦那さんとお子さんを置いて逃げたんだよ。2時間後。水木さんお願い、今すぐ迎えに来て。は？何の話？私支払いできないし、ちょっとパニックになっちゃって、子供と夫を部屋に置いて出てきちゃったの。え？何それ、一人で逃げてきたってこと？最低じゃん。いや、ただパニックになっただけなんだってば。それにね、警察が私に声をかけてきたのよ。だから今走って逃げてきたの。ちょっと待って、それって警察から逃げたってこと？そう。いや、ただの職務質問だったかもしれないでしょ。てか逃げるってやばくない？それに警察から逃げ切れるわけがないでしょう。早く出て行った方がいいと思うんだけど。だって他の泥棒だってバレてるってことでしょ。だからこんなところまで逮捕しに来てるんだと思うの。他の泥棒？ちょっと鎌かけてみようかな。ああ、森田さんの他にもポストから盗んでたってやつね。だってさ、うちって集合ポストでしょ。結構古いアパートだし、手を突っ込んだりすれば結構郵便物とか取れちゃうの。あとは通販で購入した商品とかもポスト投函だったりするでしょ。そういえば、私も前に通販で購入した化粧品が宅配便じゃなくてポスト投函で届いたことがあるっけ。夢野さん、いろいろ盗んでたんだね。別にそこまでの量じゃないの。自転車だって悪気があったわけじゃないんだから。自転車？ああ、あれね、なんだっけ、確か、アパートの駐輪場に鍵がつけっぱなしになってた自転車があってさ、あれ実はリサイクルショップに持ち込んで売っちゃったんだよね。なんだこいつ。なんか2階のママさんが鍵をし忘れて盗まれたとか言って落ち込んでたんだけど、さすがに言い出せなくてさ。これも警察に言おうっと。夢野さん、いろいろやってるもんね。あれとかこれとかそれとか。水木さん、いろいろ知ってるの？パート先のノベルティをパクったことも知ってたりする？知ってるよ。というか今知ったんだけどね、今のうちにいろいろ素直になった方がいいよ。ほら、全部教えてよ。でも私が綺麗にまとめておいてあげる。そうやって気持ちを整理した方がいいんじゃない？それもそうかも。じゃあね。バカめ。その後、私はこの情報を警察に報告したよ。当たり前じゃんね。どうやら夢野さんはあっちこっちで泥棒をしまくってたみたいで逮捕されてしまったんだ。旦那さんは事情を知って実家に頭を下げて宿泊費を払ったみたい。そして旦那さんも警察から事情を聞かれたんだけどさ、どうやら夢野さんの手癖の悪さに気づいていたみたい。結局みんなで話し合ってお子さんは旦那さんの姉夫婦が引き取ることに。正直そっちの方が幸せになれるんじゃないかな。私はその後迷惑をかけたからと森田さんから大量の株主優待券をもらったよ。おかげで今日はただランチ。ありがたいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。